はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、D ポイント、楽天ポイント、ポンタポイントは、マネーフォワードで楽々管理、便利な機能やお得なインストール方法も解説ということで、今回は僕のポイント管理の方法についてお伝えします。まあ、昨今ですね、スマホ決済含めてキャッシュレス決済がいい意味で増えてきてるので、もしですね、ポイントとか残高を一括で管理されたい方がいらっしゃれば、参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう ま、先ほどもお伝えしたように、まあ、ここ最近はね、クレジットカードはもちろんなんですけども、電子マルであったりとか、スマホ決済とか、まあ、いっぱいね、本当に増えてきて、もうどうしようかなっていう感じで、本当に今管理がめんどくさくなってるっていう方、結構いらっしゃると思うんですよ。まあ、僕もその一人だったんですけども、まあ、今回はタイトル通り、その家計簿アプリのマネーフォワードというのを使って僕自身は管理しております。まあ、人によってはいろんなアプリを使って、まあ、こんな方法でやってみますよっていう方もいらっしゃると思うんですが、これは僕自身がやってる方法と ということで解説をします。まあ、こちらね先日のライブ配信でもリクエストをいただいたのでまあ、参考にしていただければと思うんですけども、まあ、マネーフォワードの機能特徴をお伝えするよりかはまあ、僕自身がよく使っている機能をお伝えすればちょっと信憑性あるんじゃないかなと思いまして、まあ、僕自身が使っている機能っていうのは大きく4つに分かれてます。まず1つ目はポイント残高ですね。もうこのポイント残高ね本当にどうしようかなっていうぐらい管理本当に面倒くさかったんですけども、もうマネーフォワードで管理するようになってからもう有効期限とかもわかるようになったので。 一番重宝している機能の一つかなと思います次2つ目は電子マネーの残高であったりとかスマホ決済の残高ですねまあ一部まだ対応してないものもあるんですが基本的に僕がねよく使っているような電子マネーとかスマホ決済はある程度対応してくれてはいるのでまあそこはね本当に残高の管理としたら便利かなと思いますまあ他にもですねまあ銀行口座とか証券口座と連携することができますのでまあ資産の管理もね行うことができますなのでよくねご自身が使ってるメインバンクがこのマネーフォワードミーに対応していれば まあこのアプリで確認することができますでそれをトータルして4番目のこのグラフなんですけどもこのグラフ後ほどですねどんな風になってるのかっていうのを動画上で解説をしたいと思いますでその内容を踏まえた上でですねこのマネーフォワードミーっていうアプリには プレミアムサービスっていう無料会員と、いわゆるそのプレミアム会員、有料会員の2パターンに分かれております。で、この無料会員だけでもね、全然十分使えます。まあ、金額としたら0円と月額500円なんですけども、無料会員の場合は、まあ、比較表を見たら分かるように、連携可能数が10件までとなってます。いわゆるそのポイントとか、電子バネーとか銀行口座とか、トータルで10件まで連携することができます。まあ、僕はね、こういった発信をしてるので、もう10件以上自然と結構出てきたりはするんですけども、そんなにそこまで管理しないよ っていう方がいらっしゃったら無料会員のままでもいいかなと思います。ですけどもやっぱりねいろんなポイントとか集めてる方がいらっしゃればプレミアム会員になってまあ制限なしでね管理することができますのでそこはかなり便利かなと思いますね。であとこれも結構いいんですよデータ閲覧可能期間というのが過去1年分までが無料会員なんですけども制限なしでねプレミアム会員の場合は見ることができます。まあ他のねカード残高表示とか家計資産レポートとか資産内訳推移ープグラフとか僕は結構ねこれが結構好きだったりするんですけどもそれも有料会員 で,で、ききるるししポイイントマイル有有効効期期限限の表示、まあ、先ほどお伝えした有効期限も管理すすことができますで一応、この月額500円に関したら、ここにも出ているように、ウェブサービスの料金、iOS、Android アプリを通じてプレミアムサービスに登録する場合は、アプリ内に表示されている金額になりますという、若干ね、金額が変わってくるみたいなんですけども、そんなプレミアム会員も、一応ですね、30日は無料で試すこともできます。なので、一旦試しに使ってみて、ちょっと合わないなと思ったら、まあ、そこでね、プレミアム会員をま、外すっていう。まあ そういった方法でもいいかなと思いますね。それではですね、今回のサムネとタイトルの通りですね、僕がこのマナーフォワード Me を使って、今現在どんな風に、まあ、ポイントが出てるのか、ポイントを管理してるのかっていう画面を見ていただきたいと思うんですが、それがこちらなんですけども、こちら今出てる画面は電子マネープリペイドのジャンルのところですね。上から見ていただいたらわかるように、まずはスマホ決済の aupay ですね。これコード支払いとプリペイドカード、もともと aupay はね、一つで管理してるので、一つの残高として表示がされます。で、キャッシュも出てますね。 キャッシュも連携しているので、残高今ゼロ円となっております。他にも d カードプリペイドですね。最近全然もう使ってはないんですけども、一応三百四十円分残ってます。で、スマホ決済にはなるんですけども、d 払いも連携することができます。スマホ決済の d 払いの残高、今現在八百十八円と出てますね。他にも七個ですね。七個もほとんど使うことはないんですけども、三百九十三円分が出てます。あとはね、電子マネーの中でも僕一番利用頻度が高いモバイルスイカですね。こちら一万三千二百三十九円分が今残ってる状態と、そして楽天エリーも連携する。 ことができますまあ、楽天エディの場合は残高を確認するためにはまあ、iPhone でアプリがあるんですけどもそこにかざして確認をするっていう方法にはなるのでこのねマネーフォワードで管理できるっていうのは結構便利がいいかなと思いますねまあ、最近はもう全然使ってないこの D カードプリペイドなんですけどもこの D カードプリペイドも正直管理の方法として残高の確認方法が確かウェブ上の画面からログインをして入るっていう感じだったのでなんか専用のアプリとかがないんですよなのでこのマネーフォワードで管理できるっていうのは結構便利がいいかなと思いますで他にもね ですね。スマホ決済であれば LINE Pay と連携が可能です。まあ、ちょっとね。今この画面では連携してないんですけども、ほとんど使ってないのでであと paypay はですね。現在連携ができませんので気をつけてください。paypay とね。このマネーフォワードが連携できれば結構嬉しいんですけども、いずれできることを願うばかりでございます。あとあの paypay ボーナス運用ともこれと連携できればすごい。個人的には嬉しいですね。で続きまして、皆さんが見たかったであろう。僕のポイントのね。残高の状態なんですけども、ご覧の通りとなっております。まずはキャッシュポイントですね。visa。 カードのキャッシュのポイントは2ポイントそして7個のポイント414ポイントで JAL のマイレージが65,238マイルまあ一応マイルも管理することができます他にも G ポイントが5,259ポイントそうなんですよこちらポイントサイトも連携することができますあと D ポイントが1万と71ポイントま結構減りましたねで期間用途限定や D ポイント投資もこちらで管理することができたりとか他にもポンタポイントが6,454ポイントで期間限定のねポンタも管理できます確か このポイントトホットペッペパーービューティーとかで、まあ、使えるポイントだった気がしますであとモッピーもねねここちらででででで管理すすすることができますので結構楽です、ね、でもう一つ、こちら、楽天市場の楽天スーパーポイントも管理することができます。こちらね、楽天スーパーポイント、プラス、確か期間限定ポイントもこちらに出てきますね。で、見ていただいたらわかるように、このね、ポイントのね、色合いがですね、そのポイントに合わせたその色合いになってるんですよ。D ポイントとか、この赤色っていうんですか、なんかちょっとわかんないんですけども、ポンダの色だったりとか、モッピーの色っていう感じで、結構ね、色で分かれてるので、それもね、個人的 ちょっと助かったりしますでこの内容を見ていただいた上でおそらくこう思ってる方いらっしゃると思うんですよえポイント全然ないじゃんっていうねそうなんですよ僕ほとんどポイント値段を持ってないんですよねある程度貯まったらもうほとんど使うようにするようにしててっていうのも有効期限を切れてあ使わなかったとかまあそういったね場合ももしかしたらあるかもしれないっていうこともあるので極力ね消費するようにはしておりますでその一つの例としたらですねここの D ポイントですね結構僕の動画を見ていただいている方で あああればそののの D ポインントト残高をねちらほららほととととコメでででいいたただくことがあるので見たことががるるる見方いらっしゃると思うんですけども今現在僕の D ポイントの内訳がご覧の通りとなっております。さっきの画面をタップするとご覧のような内訳の画面が出てくるんですけども、D ポイントのまあ有効期限それぞれ出てくるんですよね。一番短いものであれば2025年の1月31日。一番長いものであれば D ポイントの2025年の7月31日って感じで、ポイントのね有効期限もご覧のような画面で、確かプレミアム会員であれば確認 することがで、きますでも,もう一つ面白いのが、この全体の推移なんですよね。これをタップしたらですね、このようなグラフで確認することができます。これはね、先ほど僕がよく使っている機能の一つとして、まあ、機能というか管理する方法として、このグラフを重宝しております。ポイントというよりか、どちらかというと、銀行口座とか、証券口座でグラフを見ることが多いんですけども、例えばその D ポイントの場合、これ今3ヶ月分の D ポイント推移なんですけども、18万ポイントぐらいあってガクンってね、下がってるんですよ。次にこの1年のところを アップしたらここ1年ででののののの僕ポのポイインントト全体推推移移 D なんですけどもまず気になるここですよね。いきなりなんでこっから下がってるんっていうね。まあ、実際にここにね、カーソルを合わせると、確か最高で335,288ポイント。まあ、結構持ってたんですよね、D ポイント。それが、今年の2月の23日ということなんですけども、それがね、一気に21万ポイントまでガクッと下がってるっていうね。<laughs> これなんで下がったのかというと、まあ、動画でもね、言った気がするんですけども、こちらの iPhone12 を 購入したんですよねもともと使ってた iPhoneXS が壊れて結構急ぎ目で iPhone が欲しかったのでビッグカメラでも SIM フリーの iPhone をもう普通にポイントでね初めて払いましたこんなにねポイントを使ったのは人生で初めてだったのでちょっとドキドキしながらポイントでねガツっと購入してきましたでそれからなんですけどもまたねここら辺あたりでガツッと下がってるんですけどもこちら178443ポイントあった時期があったんですけどもそこからクッと下がった理由としてですねこちらのね動画で 解説をしたことがあるんですけどもこちら D ポイント現金化できますということでそうなんですよ日光フロッキーっていうのを使ってこの D ポイントを現金化したんですよねなので1万ポイントだけ残して約17万ポイントを17万円にしたっていうね感じでこんなにポイントが減っているとちなみにその17万円の行方はこちらですね最近ちょっとパソコンの調子が悪くてですね出るのデスクトップのパソコンをですね購入してちょうどねその17万円ぐらいをパソコン代に当てたっていう感じなのでまあ、実質ポイントで支払ったような感じに近いので 本当ににポインントあってよかっっっててててかたなないいいう風思っておりますますだねこののパソコン届いてないので、ちょっと届くのが楽しみですです他にもですね、ポイント以外にも先ほどお伝えしたように、証券講座とかでも連携することができます。この SBI 証券51,362円っていう風に出てるんですけども、こちらですね、覚えてますかね三井住友カードのクレカ積み立て、今現在始まってるんですけども、5万円ずつね、毎月切るようにしたんですけども、それがね、今、1,362円増えてるっていう状況でございます。で、こちらも同様にですね、これをタップしたら、全体の推移が出て くるんですけどもこれ今3ヶ月になってるんですがそれはですねこちら1ヶ月にタップしたらご覧のようにじわじわとちょっと増えてるのがわかりますかね嬉しいですねやっぱりこうちょっとしたね気持ち程度になるかもしれないんですけども1362円増えてるだけでも嬉しいですで内訳もねタップしたら今どれぐらい増えてますよっていう感じで SBI SBI V s&p500 インデックスファンドっていうね、銘柄を購入してるんですけども 2.、2.72%分ね、増えてるっていうのは嬉しいですね。ちなみにこの真ん中の顔っぽいところ可愛いですね。まあ今回電子マネーのところに一つね、まあ改めてちょっと追加してみたいなっていうものがありまして、参考にしていただければと思うんですけども、それがね、こちら最近出たモバイルパスモなんですが、まだ連携してなかったので、まあ早速ね、ちょっと連携してみたいと思います。この画面の真ん中下に連携先を追加っていう項目があるので、これをタップしたら、連携できる項目の一覧が出てきます。あ今 お伝えしした銀行とととか証券口座以外にもも、まあ、いろんなものと、ね、対応してれば連携することがで、きますで今回わかりやすく、この検索のバーがあるので、ここをタップしたら、モバイルっていう風に入力をします。そしたら、モバイルっていうキーワードが引っかかるので、僕の場合、このモバイルパスもですね、連携しますので、ここをタップ そしたら、モバイルパスでね、設定してる、メールアドレスとパスワードを入力して、それで連携するをタップします。そしたら、パーセンテージが上がってって、これで連携が完了という流れでございます。めちゃくちゃ簡単ですよね。で、画面を戻るとですね、モバイルパスも情報取得中っていう風に、ここね、ピンクのところが増えてると思うんですけども、これ結構ですね、使ってる方であればわかると思うんですけども、情報取得中からなかなか画面が変わらないことが結構あったりするんですよ。その場合、この情報取得中の時に、この内訳とか推移とかどこでもいいんですけども、どこかをタップ アップしてもう一回この一覧の画面に戻るとそしたらこの残高のね情報が更新されたりするのでぜひそういった方法も試してみてくださいでうまく更新がされたらご覧のように今現在の9125円が反映されるっていうような流れになりますいいですねちょっとカラフルなんですけどもこれでまたね管理がしやすくなるということでございますで今回のこの内容を踏まえて マネーフォワードミーをですね、インストールするなら、もうここはね、もう絶対ポイントサイト経由を行ってください。普通にインストールしていただいてもいいんですけども、少しでもね、ポイントをゲットしたいとかお得なのがね、僕のチャンネルの、まあ、モッドの一つでもあったりするので、まあ、ぜひポイントサイト経由していただきたいと思うんですけども、まあ、今回ね、紹介させていただくポイントサイトはこちらのハピタスっていうポイントサイトでございます。まあ、ハピタスをなんで紹介する理由かと言いますと、まあ、今現在ですね、これ、どことくっていうね、今現在どこのポイントが高いのかっていうふうに検索でき ポイントサイトを検索できるところなんですけども、この検索のバーのところで、マネーフォワード B っていう風に入力をして検索をすると、一番にハピタスが出てくるんですよね。ここ見ていただいたらわかりますかねこれ、Android と iPhone、それぞれ今230円で出てるんですけども、うのもですね、ま、直接ちょっとハピタスの方と、ま、やり取りをさせていただいて、本日から3日間だけですね、ポイントをアップしていただいたというような状況でございます。ま、特にね、今回案件とかではないんですけども、16、17、18日間だけこのハピタスで、 マネーフォワードミーをインストールしたら約30円分のポイントをゲットすることができますですけども一つ注意点としたら場合によって一旦終了する場合もあったりするかもしれませんのでまあ、できればねこの動画を見ていただいてインストールされたい方はなるべく早くねインストールすることをお勧めしますでその内容を踏まえた上でハピタスからどんな風にインストールするのかと言いますとこれね僕が現在ハピタスで登録している画面なんですがこのハピタスの画面の右下のところで検索というまあ虫眼鏡のマークがあるのでこれをタップしますそしたらですね検� するバーが出てきますのでマネーフォワードという風に入力をしますで入力をして検索するをタップしたらこれでマネーフォワードミーが出てきます今ねもともと125ポイントだったんですけども230ポイントまで上げていただいてますでこれをねタップしていただいたらマネーフォワードミーの画面が出てくるんですけどもこの画面からポイントを貯めるをですねタップしていただいたらここでポイント獲得条件が詳細が出てきますまず読んでいただきたいのはここなんですよね新規アプリをまずインストール後無料会員登録を行うと で次に一件以上の口座連携して、 プレミアムサービスに登録で成果となりますと。まあ、先ほどお伝えした有料会員にはなるんですけども、初回の30日間の無料で、それでも成果になるということでございますので、結構これはね、案件としたらかなりクリアしやすいのかなというふうに思います。で、他にもこれ iPhone の方だと思うんですけども、使用中のアプリとチャレンジ中のアプリでトラッキングをオフになっていると、ポイントが付与できなくなります。端末の下記設定で変更できますと、プライバシートラッキングアップからのトラッキング要求を許可と。 他にも過去アプリをインストールされている方は対象外ですということでございますんで、まあ、結構ね、ポイント獲得条件とかもしっかりと読んでいただいた上で、そこでダウンロードをタップしてください。そうすると iOS の方であればご覧のようにね、いつもの App Store の画面からもう僕がね、すでにもうインストールしてるので開くになるんですけども、ここから普通にインストールしていただければ大丈夫です。 まあそんなこんなで今回は僕が普段行っているポイント管理の方法について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まだね、ちょっとこの機能の良さを全部が全部お伝えできたわけではないんですけども、ポイントとか電子マネーの残高をこれで管理できるだけでもめちゃくちゃ楽ですね。他にもね、結構その家計場アプリ的なものはあったりするんですけども、個人的にはやっぱりマネーフォワードミーが一番使いやすいかなと。まあこれ結構個人差はあるんですけどね。 まだ家計場アプリ使うのどうかなというふうに悩んでる方はですね、今回のこのタイミングで試してみてもいいのかなというふうに思います。先ほどお伝えしたポイントサイトのハピタスなんですけども、現在ですね、ハピタス紹介キャンペーンということで、8月31日まで登録者限定にはなるんですけども、5000ポイント以上の広告を利用することで2100ポイントをもらうことができます。ので5000以上ね、ポイントを獲得することで2100円分のポイントをゲットすることができますんで、まあ先ほどお伝えしたね、マネーフォワードミーは若干ちょっと金額が可愛いとこではあるんですけども、他にも 案件をクリアしてね、今回のこのタイミングで始めてみてもいいかなと思います。で、先ほどお伝えしたポイントサイト、ハピダスのね、登録まだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました